可愛いね。今日きつめのメイクだね。きつめ。きつめのメイクだね。みかん。ありがとうみかん。ガマゴリみかん。うちの八百屋では450円で売ってます。それは安いか高いか分かんない。うん、だって1個100円ぐらいだと450円します。ただスーパーの価格でいくと妥当なところ 6% とか 7% とかだから結構いいみかん。めちゃめちゃ甘い。そうだよ、めちゃめちゃ甘い。それ本物だから、ね、偽物じゃない。もう子供に食べさせたら大喜び。やったぜパパ。みかんみかんって言われるよ。そうなんだ。パパみかんみかん、あのルクアみたいにみかんみかんみかんってやられるよ。で今からランチをしますと、はい、今は場所どこ。押上スカイツリーの下。スカイツリーじゃない。スカイツリー来たことありますよね。あるある、いっぱいあるよ。スカイツリーでいつも何してます。スカイツリーは何もしたことない。スカイツリーでいつも何してます。スカイツリーでいつも何してる。買い物して、展望台行って、水族館。水族館行ったことあったっけ。隅田水族館。あれあれあれ、多分1回行ったはず。あれ、え、あれ、私は行った。僕行ったことない。え、でも写真たどると金魚の飲み物飲んだの覚えてない。あれはね、あのカービィ、そうそう、あのカービィとかの、あの、うん、入ろうかと思って入れなかった、ね、え、クラゲ見たじゃん一緒に。あれクラゲ見たじゃん。あれクラゲ見たっけ。あの Google たどればあるよちゃんと。カミちゃんとの思い出。ありがとうございます。ありがとうございます。2020年10月29日4年前か。うん、あ、来てる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 。見ていっぱいあるの。ほら、ほらほらほら、ないないない。ケジミ、はるちゃんだけ間違ってると思うなよ。で、死に方って皆さん決まってると思うんですよ。はい。今さらさ、そのうめえ、お、俺の話聞いてる。聞いてる聞いてる。で、待って待って、言いたい言いたい言いたい。黄色いんだけど、ガムシロが。どれどれ、見せて見せて。ほら、なんでこんな黄色いの。これ俺のションベンじゃん。あ、逆に入れたくなっちゃった。逆に、なんで、ね、隠るの。やめてください。はい。ねえ、真面目に聞いて。真面目に。はい。セテミーの話。その、決まってるじゃないですか。だいたい。まあ、楽しみ方はね。はい。で、まあ、ほとんどの人たちはさ、まあ、東京都内に住んでる方がどっちに来たことあるじゃん。だから、まだね、一般的な遊び方禁止。隅田水族館で尺を取る。展望台で尺を取る禁止。それ以外の方法でスカイツリーの面白さを二人に伝えてもらうっていう企画、どうでしょうか。了解しました。なんかすでにサラダがおしゃれ。なんだろうこれ。おお、いいね。はるちゃんどうですかこの感じは。これ何ですかこれ。それは何だろう。え、何だろう。分かんない。ちょっと待って、八百屋の俺も分かんねえわ。これ何だろう。何でそれ。ローズマリー。いや違うんじゃない。違う。ローズマリーもっと硬いです。いただきます。生のローズマリー。はい、どうぞ。全然癖がない。いただきます。赤も分かんねえわ。これあれかな、すごくない。全然わかんない。ビーツかな。濃いっすね。わかんないぞこれ。うまっ。ドレッシングうまっ。ドレッシングうまっ。ちょっとおしゃれなイタリアン店であるある。サラダに絶対トレビス入ってる、うん、絶対トレビス入ってるの間違いない。これあんま好きじゃないの。これ苦いんだよな、少しな。いつも丸飲みしちゃう。丸飲みしちゃうんだ。何があった。逃げ。苦いんだよ、ね、苦いよな。うん、彩りいいんだけどね。アクセントアクセント。うん、来た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 ぞ。はい、来ました。僕のローストチキンなんとか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 。え、ロキサリーチキン。ロキサリーチキンからのゲティミがビスマルク。え、食えんのかっていうぐらいのレベルの大きさ。そしてハルちゃんがマルゲリータ。マルゲリータしか食べない。ビスマルク。へぇ、サッカー選手。ビスマルク関係ないですか。いただきます。食べます。これどうやって、マジどうやって食うのかな。これとりあえずいただきます。ポテトを食べるか。
ね。おいしい。お。めっちゃうまい。パキッ。パキッ。食べる食べる。めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。え？あ、食べる？なんか私独り占めしてた。ちょっと待って、これえって感じなんだけど。え？あ、ここ食べやすい。うん、食べやすそう。切るの難しいよ。ビスマルク？わ。おお。おいっと。なんかでもちょっとパッサパサな感じのイメージ。これをニンニクとなんとかにつけて食べる。聞いてないじゃん。でもすごいニンニクの匂い。すごい。わ、おいしそう。いただきます。え、セリー。誰？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 オッケー。なんかね、なんて言ったらいいの？ちょっと辛いかな。ちょっと待って。あ、いいや、大丈夫。ありがとう。ちょっと辛いかもしれない。お願いします。どう？ハーブ？なんか。ハーブ。ちょっと癖な気がするんだけど。ハーブ。でも美味しいけどね、美味しいんだけど。やってみると分かるけどさ、カメラ回るとさ、結構喋れない人ってね。なんか回ってる時に限って喋るネタがなくなっちゃうんだよ、なんか。なんでだろう、だすごいよね、喋れてる人って。でもやっぱりあれなんだよ、言っていいこと悪いことっていう線引きをやっぱり自分の中で、ここまで喋っていいのかっていうのをやっぱ線引きして喋るからね。どうせカットできるのにさ、そうね、なんかこらえちゃうんだよね、その時。だからそこで引き出しがだいぶ狭まってきて会話が難しくなっちゃうねっていう、多分そこだと思うよ。もう1時間もあってんだ。ほんとだ、行こう。行きましょう。おったすごいバームの香り。めっちゃ可愛い。これお土産に買ってこ。ほら、めっちゃ可愛いこれ。これ味があるんだね。レモンバーム、バナナバーム、塩キャラメルバーム。上にもあるよ。プレーンもあるし。プレーンある。プレーンあるし。いちご味もある。これ可愛い。ミルクバーム。コステラパンダバーム。多分スカイツリーだから星なんだね。ああ、なるほどね。あ、こっちはスカイツリーだよ。まんまメイプル味。え、これをガーホーホームチーズじゃん。これお姉ちゃんに買ってく。はい。あとはこれ一個子供たちに買ってく。子供たちに買ってくれるって言うか。一言でも言った。俺このメイプルがいいと思う。食べるのはさ、このちっちゃいのあげてみる。ママにも買おうかな。用の箱あるのでおいでしときますか。これ3つ入ります。ガチこれで一番下です。ほちゃん一番下でした。ありがとうございます。夏っぽいじゃん。子供たちに見て。お、かわいいよ。かわいいでしょ。うん。で、お姉ちゃんにね、ポムチ。ちゃんと。あるよ。あるなアナルがあるな。アスタリスクが。そう。お誕生日ランチするんで、渡そうかなと思っています。これ見て、剣だ、剣最近さ、龍めっちゃ流行ってるよ、そういうとこ行ったら。おっきいおっきい剣。え、サウルかわいい、このひよこ。それ、ピヨルンだよ。ピヨ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 。波動剣。あ、ほんと波動剣。波動剣 T シャツすごい。どう？波動剣 T シャツ。やめて。波動剣クレーンゲームある。あ、出たクレーンゲーム。あ、ピオスケ。あ、やば。わぁ、記念ピオスケじゃん。でも浅草って書いてない。ゲ、浅草って書いてないピオスケ。あ、でもこのピオスケ、なんか違うピオスケ系だね。足出てる。足出てるピオスケ系だね。一回やる。一回ね。うん、一回だけやる。100円あったかな。一回だけピオスケ。一回ピオスケやる。一回だけやるの。あっと。2円しかなかった。それは一回もピオスケできない。一ピオやる。一回もピオできないそれ。一ピオ。あ、いっぱいある。ありがとう。静かに動き始めた。一ピオ。いや。はい。あ。取れないんだこれ。
じゃあ俺がお手本を。きっと取れない。見ててやるか。あー、しゃあねえな。100円無駄にしちゃった。とか言っちゃうと、それぐらいだよ。まあ、ゲームセンターマスターの俺が、簡単に。UFO キャッチャーチャンネルになっちゃう。マスターとか。ういー、ういー。あ、ピッ、ピヨ。おいーおいーおいー、聞いた？見た、もう撮っとんねん。ありがとう。もう撮っとんねん、これ。わーい、あ、かわいい、かわいい。撮っとんねん、余裕で撮っとんねん、これ。え、待って、簡単、はい、こいつ写真撮るから。はい。もう簡単な話よ、この簡単な話ね、簡単な話だよ、こんなのよ。え、ゲッチュね、簡単だったでしょ。ありがとう、かわいい、いいね。でしょ、もう100円取っちゃうから、100円で。よかった。200円かかった。いや、俺は100円だったけど。で、ピオリン入れる。100円だったけどね。やった。あー、かわいいね。パンダバーム。かわいいね。これ、うまく型抜きすると、うん、2つの子供たちも型抜きできるらしい。1、2、3で多分型抜きできるんでしょ。そう。外枠はね、普通に半分に折れるらしい。へぇー。じゃーん。かわいい。かわいいね。かわいい。かわいいね。むずくね？これ指で押し出すの？あ、いい匂い。ね、すっげえバームクーヘンのいい匂いする。あ、本当だ。もういきなり割れ目っていうのが少し見えてんね。割れてるらしいんだよ。外枠は。外は簡単にいけますよ。中の2つが難しいですって言っちゃった。で、どうすんの？裏が、まあ、半分にまず割るかどうか。そうじゃないよ。そう。ほら。お、上手上手。うん。そう。おー。ん？後ろから押し出そう。後ろから行こう、後ろから。押せないよ。押せないよ。あ。あ、でもいい感じ。ほら、食べな。うまっ。普通に美味しいわ。イカゲームじゃん。イカゲームね。よし、ここからだよ。ここから。これさ、ちょっと半分にしたらいいんじゃない、これ。ダメなの？ダメだ。どうやって押すの、これ。後ろから打って、前に出す。そう。あ、出た。あ、出た。あ、出たよ、ほら。本当だ。そのまま引っ張っちゃう。表から。あ、もういいじゃん。出てきた。できたね、出てきた。ただもう向こうは禁止状態。いいね。あ、うまっ。やばい、お母さんがもう、お母さんが砕けた。あ、お母さん。お母さんもうダメ。子供のためにお母さん行った。じゃじゃーん。楽しいか楽しくないかって言ったら楽しくない。あ、でも味はとても美味しいね。楽しいよ、とてもね。え、絶対押し出せないよね、これ。割っていくしかないもん、これね。でも美味しいよ、普通に。うん、美味しい。バームクーヘン自体も柔らかいしね、美味しいね。ビオコーデある。なんかすごい綺麗なんだけど。こんな感じ。おしゃれ。おしゃれだよね。おしゃれ。うん、テントの下で何か食べれるみたいな。あ、バーベキューできるんじゃない？予約したら、なんかほら、グリルとかあるよ。なんか寝そべっちゃってるよ。あ、寝そべっちゃってるね。いいね。あ、ごめん。コールマンだ、コールマン。すごっ。これなんか予約したら使えるんだね。多分そうだと思うよ。超いいじゃん。手ぶらで来れるバーベキュー。あ、これ梅干し洗面と一緒だ。すごっ。梅干し？梅干し、すごく俺のおすすめの梅干しがあって。何？セブンイレブンの金のシリーズの梅干し、マジ最強に美味しい。甘い？うん。
すごい食べやすい。ね、梅干し大好きで、なんか 毎日梅干し食べたいって言うの。ね、どこで梅干し買ってるんだろう。なんか梅干し食べてる。多分立ち食いできるの。あ、買えるんじゃない梅干しを。そう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 。いいんじゃない。ちょっと食べてみようか。行ってみる。ちょっと聞いてみようか。取れるか。ね、なんか梅干しの立ち食いだって。やばい、ね。なんかさ、普通に梅食ってる人いてなんだなんだって見に来たら梅食ってる。面白いよね。セブンイレブンの金のシリーズの梅はなかなか美味しい。はるちゃん、食べたことあるの？はるちゃん、うん、はちみつ梅みたいな。そう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 。すごい食べやすいよ、マジでね。あ、酸っぱいって感じじゃない。俺もあんまり梅得意じゃないけど食べれるって感じ。子供たち絶対食べれるよ。そう、子供が最近さ、梅干し大好き。珍しいよね、ま、毎食食べたがる。毎食ね。でもいいんじゃない、体に今の時期はね、塩分体にいらしくて、うん、体にいい。ママに買っていこうかな、梅干し。ただ問題は どれを選ぶかね。あの、酸っぱいのより蜂蜜梅の方が好きなはずなんだけど。あ、梅干しの立ち食いとか初めてだよ、聞いたことないもん、ね、梅干しって結局さ、おにぎりなのかね、それとも白飯なのかね。結構おにぎり的な感じしない？だってお茶漬けとかなかなかしないじゃん、言っても。うちはだよね。うちはっていうか多分ほぼほぼおにぎりに入れるのが多いんじゃない？なんかさ、白米にさ梅干しだけでって食わないよね、結構。おかずにならない。そうだよね。あとはほら、あのお茶漬けにするって言ってもさ、お茶漬けにしなくない？普通に。だってお茶漬けはお茶漬けでも完成されちゃってるからさ、言っても。お茶漬けの素あるじゃん。あれでも完成されてるから、あれにさ梅干しを乗っけようってならないじゃん。ってなるとやっぱあれだよね、おにぎりが優先的に高いよ、梅干しって特に。もうカリカリ梅なんて 100% もうおにぎりじゃない。そうだね。あとはね、俺そうめんとかでおいしい。あ、おいしそう。あ、おしゃれすぎるな。なんかでもおしゃれなんです。確かに。なんか そんなのでもありそうじゃない、その麺のつゆじゃないけどさ、そのさ、なんかある気がしない。梅肉のさ、わさびみたいに、ああいうチューブみたいなのに入った梅肉があって、あれとかと、うんうんうん、あれをあの本当にめんつゆあるじゃない、うん、溶かして食べるだけで、うまい、うまい。ママにね、LINE したらね、酸っぱい梅が好きなんだって、でもみんなで食べるなら甘い梅って言ってた。うん、だろうな。でもママに買いたいんだよね。え、1粒でもあるの？3粒セットにするか。え、でも3粒セットにした方がいろいろ食べ比べていい。別にお腹にたまるもんじゃないし。そう、甘いのと甘いのと一番人気とかあるのかな。ちゃんとレビューしなきゃダメだよ。してよ、任しとけよ。しょっぱいと甘いと酸っぱいで構成できるだろ、いろいろ。任せて。え、任せて。一番はるちゃんがいつもあれだからね、おいしいこれ、酸っぱいこれって。だっておいしいか酸っぱいかまずいかしかないでしょ、食べ方。食べ方、三粒とほうじ茶か、一粒とお茶。え、お茶漬けあんじゃん。お茶漬けあるよ。でもこれでシンプルにちょこっとご飯もあるね。じゃあ3粒と3粒とお茶にして。そうだね、ちょこっとご飯食べたり。そうね、なるほど。なんかこれバロメーターみたいなのはないんですか。星2つみたいな。そう、なんか表記と反応と同じように並んでるんですけど、ここにある目星がひらがな3文字のシララって。シララ、あ、なんか甘いやつってさっき見た。そうですね、リンゴって書いてある。だと一番食べやすいよね。だんだんこちら側に連れて酸っぱくな、そうですね、塩味とかが色が違うの。なるほど、ね、いくほど赤いよ。なんかこれのが 5% の梅干しなんですけど、一番出してるのは塩分 20% で、これぐらい酸っぱい。え、じゃあもうあの端っこと端っこと真ん中じゃん、決まりじゃん。何それ。決まった。あ、僕は端っこか、端っこと真ん中で、はい、中間の梅干しが、はい、一文字のうぐいすって、はい、OK です。え、かっけえ。え、からしあるよ、なんか。いや、これはあの中間でいこう、ね、キムチとかもあるけど。ほんとキムチもある。まあ、みんな好きなの食べて。俺は中間、一番もうフリーに振ってるやつで。私はね、はあ、まずその一番端の甘いのは食べてみたいんですよ、シララ、はい、と。でもみかん梅ってあるよ。その隣のオリーブオイル漬け、はい、おー、これじゃん。ニンニク入ってる。これちょっと気になる。あ、すごいね、確かに面白いね。で、3年目、これちょっと面白い。
3年目。そう、あの赤いやつかな、あ違う、私は甘い梅の中でのナンバーワンと、はい、普通の梅の中でのナンバーワンと人気のね、人気ナンバーワン、そう、あの酸っぱい中でのナンバーワン食べたい。食べやすい梅干しはこのシララって梅干しなんですけど、一番甘い梅干しだとここにある焼き梅、うわうまそう、焼き梅、あ、本当焼き梅って書いてある、うん、それでちょうど中間にあるウグイスっていうのが好きで、あ、じゃあウグイスいきます。今回だと僕はシソ漬けの梅干しが好きなんですけど、あ、じゃあシソでいきます。杉田梅っていう、これが、あ、これだ、いきますね、こちらでお湯しいですね。はい、あの塩にまみれちゃうから、米大丈夫か、うん、大丈夫大丈夫。てか面白いよね、みかん梅とか超面白そうだよ。お願いします。へー、もうこれ炒めてんじゃん、見た目ね、確かにそう、オリーブオイルとかじゃないのに、確かに、とうがらしほんとだ、どんな味すんのみたいな、確かにそう、そのさ、キムチは本当にキムチなんだね。ほー、こちらから3年目オリーブオイル漬けシララです。見てみた、酸っぱい麺、ウグイスシララですね。はい、あ、すみません、へぇ、こんな色に違いないよね、あ、そうだ、確かにそうだ、確かにそんなに色に、はるなさんが一番極端に、なんか確かに確かに、はるちゃんのが一番極端だね、塩分 20% だから。でも酸っぱい梅はもっともっとやばいんだと思う。ケティミノはなんだっけ、これがシラーな、シラーな、オリーブオイル漬け、おお、で3年目、へえー、すごい。さあ各社出揃いました。ちょこっとこ、じゃあはるちゃん食べていこうか。はーい、いただきます。ご飯炊かないとやばい。じゃあまずね、いや甘い方からだよね、とりあえずね、これね、これシララ、あっちにもこっちにも、シララシララ画面じゃない、シララいただきます。いただきます。焼き梅、美味しい、梅甘い甘い、あのね、甘いけどヘブンリズムを隠しちゃうとあれなんだけど、ちゃんと梅って感じ、うまい、めちゃくちゃ美味いんだけど、美味しい、ちゃんと梅、なんかね、こんなに美味しいの、うん、と思うね、でもしかも全然嫌な酸っぱさもない、しかもそんなにめちゃくちゃどぎつく甘くないっていう感じ、米うまくない、米うまい、米うまくない、花が米食べてマジでうまい、こうやって一緒に、うん、シララと一緒に、シララ美味しい、これめっちゃうまくない、シララ美味しい、うん、美味しい、でも焼き梅の方が私は好きだな、おあ、甘い方だったけど、なるほどなるほど、ウグイス、あ、そうだ、俺もウグイスだ、ちょうど一緒、ウグイス、いただきます。あ、おいしい、おいしい、これ何、これで半分目なの、なんか程よい、うん、甘さと酸味が、じゃあ俺オリーブオイル、うん、これ一番の変化球だと思うんだよ、うん、待って、梅干しの概念崩れるオリーブオイル、これさ、ね、え、めっちゃ美味しい、これめっちゃボロくない、これめっちゃ美味しい、これ美味しいね、よね、これめっちゃ美味しいんだけど、すごいニンニクの香りがさ、うわーって口の中に来ます、これオリーブオイル美味しい、おつまみかと思った、めちゃくちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、美味しい、え、マジ、そんなことあるの、パスタとかと一緒に食べていただいて、いや、全然美味しい、美味しそう、え、マジ、お酒とかだとワインとかですかね、いや、合うね、これ美味しいね、オリーブオイルね、これびっくりしたわ、酸っぱい梅、これ一番やばいやつ、これ2番目にやばいやつ、酸っぱい梅、え、食べて食べて食べて、じゃあ食べる、いただきます、おお、匂いやばい、食べて食べて食べて、いただきます、あ、もうもうもう
もう？もうダメ？舐めただけですごい。クエン酸？いやもうちょっと舐めてみ。舐めるだけ。てかもう温めていい？いいよ。あの食べれるもんだろうな。でもこれ食えたらさ、あれじゃん、過ぎた、過ぎた。いやもうこれもうあの舐めただけでやばかった。ピキーンってきた今。あ、でもすごい好き。え、マジ？俺もうこれ3年梅そこより、これね、そこなんだ。3年梅ぐらいだったらあれじゃない？おお。でもご飯に一番合う気がするかもしれない。うん、酸っぱい方が田舎の梅干しって感じですね。うん、美味しい。ちょっと3年行く。おー、酸っぱい。これ酸味濃めがちょうどいいね。なんかすごいしっかりしてるね。そう、しっかりしてる。まだなんかこの果肉がすごいしっかりしてる感じ。うわ目覚めるわ。結局ここ持ってく。うん、うまいよね。え、3年うまい。3年梅、梅干し超面白いね。こんなにいろんな味あんだね。3年美味しい。あ、美味しい。本当だ。うまいよね。ちょっとあの一番赤ほら杉田原発行ってみて。杉田原発原発杉田原発行ってみる。面白い。これシソにつけてあるからこんなに赤いんですか。そうです。はい。杉田なんですか。酸っぱい梅より酸っぱく感じる。でもなんかシソの分。はるちゃんすっごいあの汗かいてる。いや、いつも通りじゃん。もうこれすっごい酸っぱいでしょ。ちょっと食べてみて。ちょっとバリエーションが感じるかな。あ、本当だ。すごい美味しいこのシソ。あ、でも美味しい美味しい。色がさ、梅ジャムみたいな美味しい。あ、なるほどね。日本酒進む？あ、こんなに酸っぱいんだ。だから酸っぱいっていうか塩分が強い。やっぱりすごい塩気を感じる。これ酸っぱい。一番最強。あの明らかに塩分量違うもん。ああ。なんかさ、今過ぎた全部食ったの一口で、なんかすごいここら辺が痛い。ここら辺が。うん。一気に塩分きたぞって感じ。すごい、ちょっとお茶が甘く感じるのやばいね。ね、本当に。美味しい。オリーブオイル漬けびっくりした。これ美味しかったね。いや、ちゃんとオリーブオイルとニンニクの香りするんだ。あ、これが一番ヤバいやつや。すごいよ。三年前でもちょっと酸っぱかったもんね。酸っぱかった。うん、何買ってこうか悩むな。これね、シララ買って帰ります。うん、でも焼き梅うまかったな。すいません、焼き梅追加の梅干しで。みかん食べてみる。みかん梅、いや、せっかくだから。うん、きたー。あ、なんかさ、デザートみたいじゃん。なんか追加シロップつけんねえ、むしろみかん。あんみ、あんみ。キムチも気になるけど。なるほどね。梅キムチってことね。うん、こんなにめちゃめちゃフルーティーじゃないわ。これあの見てお皿かわいいよ。ほんとだ。追加のあとはみかん。甘みはあるけど、なんかでもフルーティーじゃない。全然ね、思ってたみかんじゃない。全然違う。うまくね。うまくね。おいしい。うん、後味はなんか甘い。うん、みんな結局どれだった。ウグイス。やっぱウグイスか。俺もウグイスだった。ウグイス買ってこう。やっぱあれなんだな、あの人間の体ってさ、あのあれアルカリ性とさ酸性のさちょうど中間がいいって言うじゃん。そうなんだ。そうだね、多分それなんだよ。うん、間違いなく体が反応してる。うん、バランスいいわ。ね、バランスいいのが一番いいんだな。美味しいわ。うぐいす。梅干し、うん、酸っぱすぎてもダメだし、甘すぎてもダメだし。そうだな。うぐいす食べたけど間違いない。うん、ダントツだった。うん、でも梅の概念を
覆したらオリーブいいな、うん、オリーブ美味しい、オリーブオイルマジで面白い、うん、これおつまみだったの、うん、これあの変な話だけど居酒屋の投資とかでポンって1個だけ出てきて、あこれ絶対売れるわ、いいよね、え、ウニ買えるの、パパに買ってこう、梅干しのオリーブオイル漬けですよ、うん、喜ぶと思うよこれ、うん、これ喜ぶと思う、これ酒好き絶対喜ぶよな、めちゃくちゃいい、でしたニンニクとか大丈夫なら絶対美味しい、あ全然全然ニンニクむしろもうめっちゃぶっかけてる、立ち食いしたのも初めてこの梅干しを、確かに梅干しの立ち食いだ、確かにないよね、来たことないでしょ、ないないない、そんな店ないもん、あのとてもジャパンを感じられる、ここちなみにお酒とかも飲めるんだね、お茶のお酒とか梅酒とかもあるみたいね、あ梅酒いいじゃん、うん、まあ、でも美味しかったね、美味しかった、本当はこれ全部食べたかったけどね、お腹いっぱいになっちゃう、うん、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ちょっと席座ろっか、あちょっと人増えたね、うん、いやだいぶ歩いたな、うん、結構あちこち行ったよな、た最後にここでちょっと外でご飯食べながら、うん、外でご飯食べながらね、うん、これなんか適当に座っていいんかなのかね、見てクソデカ、見てクソデカ、すごいめっちゃ大きいよこれ、めっちゃでかいよこれ、いただきます、俺の顔ぐらいある、でかい、ほんとでかい、誰がでかいね顔が誰の顔がでかいね、俺顔もなかったら別にでかくない、どうストローでかいじゃん、うん、氷ちっちゃいじゃん、うん、聞いてた、うん、もう一回、ストローでっかいじゃん、うん、氷ちっちゃいじゃん、うん、一口でもう氷ボー入ってくる、え、なんでそんな量少ないの、え、これ混ぜたちゃんと、うん、すっげえドルドル入ってってたよ、どうでしたか展望台も登らず、あ、でもね登んなくても楽しめたよ全然普通に、でしょ、あのねやっぱ梅良かったね、梅の専門店はすごくおすすめだな、そこはな、梅だって食べたしさ、うん、パンダのさバムクーヘンね、あーあー、美味しかったね、かわいかったし美味しかったし、ランチもさ、うん、プリンゆっくりしたじゃない、うん、あのクオリティ高いのさ、どこも接客いいよね、うん、あー確かにそれはそう、優しかった、あの梅の専門店のあの店員さんみんなめちゃくちゃ優しい、うん、本当に、しかもドア取っていいですかって言ったら即 OK、 心よくだから良かったね、すごいね、やっぱさ観光地ってさ撮影許可下りやすいよね、あやっぱね、外人が多いからね、結局ね、うん、プラス細かいところとかこっちの喋ってるところとかもよく聞いてくれてる、うん、これなんだろうねって話したら、うん、すぐそれに対して、うん、確かにそうだわ、調味料でしょ、それってさホスピタリティなんだ、横文字使わないでくれる？接客力というかさ、そうだね、うん、あの、ああいうのってプロの仕事だと思うんですよ、うん、確かに、そう、あの流れ作業じゃなくて、うん、喜んでもらおうっていう気持ちが接客に出るわけじゃない、うんうん、ああいうのは本当に嬉しいですよ、おすすめ、うん、マジで本当に面白いよ、本当に登んなくても全然面白い、うん、あの梅干しのお店だけ行きたいぐらい、梅干しね、そう、しっかりちゃっかり買いましたよ、母と父に、うん、でもいいと思うよ、喜ぶよこれ、どうだったですか、最高でしたか、うん、はい、まあ、そんな感じでね、今回はすげえ長い動画になったと思うけど、うん、ぜひね皆さんもね東京スカイツリー来てみてはいかがでしょうか、かなりいいデートスポットになっています、はい、みんなバンジー体験しに来てね、俺たちやってねえのにな俺たち全くやってねえけどな、忘れてた、ごめんごめん、ポーン抜けてったわ、テティミはあれだからあ、岐阜行こう、岐阜、岐阜 あのバンジージャンプ一人飛ばしてみたら200m、 はい、こんな感じで今回は終わりたいと思います、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします、その他 SNS もやってるのでゆうきはるなでチェックしてフォローしてくださいそれじゃあまた、バイバーイ。